第一種夏服を着用した、海主使は自衛隊における海級軍。海の海級であり、層の元に位置する。諸外国の兵卒に相当し、急日本軍でいう兵に当たる。おおむね人気生隊員では、西として採用される。ただし、非人気生隊員の採用もなされている。人気生隊員の承認例では、任官後、西として6ヶ月過ごした後一市に承認し、 一年後に市長に承認する。かつては三市という階級が存在していたが、自衛体制度の制度見直しにより2010年10月1日をもって廃止された。また、一般公募の予備自衛官補は、所定の教育訓練期間を終了することで、予備自衛官の予備日誌として任官し、その後昇進するという形になる。兵卒にも、 船舶の運用を担わせていたなどの理由から、基本教育に長期間を要したため、非人規制の階級として設けられていた。海上自衛隊生徒の3等開始の前身にあたるものではなく、関連性もない。警察予備隊では警査で、警察庁、1等警察、2等警察、呼ぶ際には、1差、2差、等と言っていた。保安隊では、補佐で、補佐庁、1等補佐、 二等補佐、呼ぶ際には、一歩、二歩を等と言っていた。また、会場警備隊では、会場警備員で、会場警備員長、一等会場警備員、二等会場警備員、三等会場警備員と言っていた。警備隊では警察で、警察長、一等警察、二等警察、三等警察と言っていた。なお、これらの組織にあっては、死とは、警察士、保安士、 海上警備士、警備士の略称であり、遺憾に相当した。2010年7月1日以降採用される、人気生隊員は当初自衛官候補生と呼ばれ、自衛官としての身分、階級を有しない。陸海空の自衛隊に採用された者は、3ヶ月を基準に陸、海、空の初任自衛官としての必要な共通教育、訓練を受ける。この制度以前も、各自衛隊で、 新隊員教育と呼ばれる3ヶ月程度の自衛官になるための基礎教育訓練は実施されていたが、自衛官候補生については防衛省の定員外の人員としてもっぱら教育訓練のみに従事することになる。自衛会候補生課程を終了時に二等陸、海、空誌に任命され、陸にあっては各部隊に臨時設置される教育隊で教育を行い、 海においては引き続き教育隊において練習員家庭として各職種ごとに分かれて特技教育を行う。空においては十課学校で特技教育を受け部隊に配属される。会場、航空の教育資料は部内の教材を作成する部隊で作成され無償で支給されるのに対し陸上自衛隊の教育資料は部外で作成され、 自前で購入しなければならない場合がある。また、会場、航空の教育施設については専用の教場が準備され、教官のほとんどは、教育専門の職種、特技を持っており、教育にあたる。陸上自衛隊は入隊する隊員が多く、一部の隊員を除き、各職種学校に教育入校はさせられないため、所在部隊の大社の一部やプレハブ小屋を使用している。 ことがほとんどである。会場、航空自衛隊では、教官、助教は、専門の特技を有する幹部、階層が教育に従事するのに対し、陸上自衛隊では、職種学校を除き部隊勤務の幹部、陸層が、臨時勤務という形で差し出される。ほとんどの陸士には、専門技術を要求しておらず、陸士として必要な体力、 野外勤務や招待以下での職種に関する基礎教育を行う。二等陸、海、空誌として採用される人気生単位の扱いは契約社員と同じで普通の公務員のように定年まで身分が約束されている層へ必ず承認できる保障はない。陸上自衛隊の場合、部隊等で実施される総候補生選抜試験に合格すると 総候補生たる市長に指定され、陸想候補生課程の教育を受けた後、三等陸想に承認できる。陸想候補生たる陸市長の指定を受けると、陸想候補生課程を受ける前に所属部隊にて、2から4週間ほど、陸想候補生履修前教育を履修し、家庭教育についていけるための体力の向上、最低限の知識を学び、事後、 各方面混成団例下の陸層教育隊及び女性自衛官教育隊で陸層候補生課程及び三層承認試験を受け各職種ごとの学校等において初級陸層特技課程の教育を受けた後三等陸層に承認できるのである。会場航空自衛隊では三層承認試験に合格した後海み空想予定者課程を履修して三層に承認する。 ただし、任期の継続を希望してもある程度の年数を経ても、3層に承認できないものや、勤務成績の不良や、心身の故障により、任期の継続を認められないものは、任期満了と同時に除体となる。また、一般走行補正であっても、同様に心身の故障、勤務成績不良、重大規律違反、含む事故等、先行での不適が続く、陸、海、 空想候補生過程での成績不良等の理由により、三層に承認できない場合は陸、海、空想候補生の資格を取り消され、案に除退を進められる場合がある。免職の項も合わせて参照のこと。任期生単位は、任期が満了すると、特例退職手当が支給される。希望者は受け取りを次の任期末まで保留し、除退時にまとめて受け取ることも可能である。また、 手当を受け取る受け取らないにかかわらず、志願により2から3人気の継続は許可を受ければ可能である。ただし、手当を受けた後にそうに承認した場合、その間の勤務年数は退職金の掛け金から除外されるため、退職金がその分下がることになる。陸上自衛隊は人気生単位の任用期間が他と比べて短い。特に普通か。 特化、施設下では、人気満了による除隊の干渉時期が早い傾向にある。人気性隊員から3層の承認は、所属部隊ごとに行われ、部隊の状況にもよるが、おおむね10人に1人の割合という狭きもんである。会場、航空自衛隊の承認試験は、全国で選抜される。会場自衛隊、航空自衛隊については、新隊員として入隊し、 一定期間の部隊勤務の後、十家学校等での専門技術職種の教育を受けることとなるが、永年勤続を希望する者は3層への承認を希望し、任期継続の限界である4から5人期まで助退勧奨を保留し3層承認を待つこともある。しかしバブル崩壊以降の長引く不況により、陸上自衛隊においても助退勧奨の基準である3、任期を超えて勤務する。 人気性隊員が増加の一途をたどっており、新規作用が保留となるなど、第一線部隊においては正教性の低下が懸念されている。各種の公的資格を取る機会があり、夜間または通信教育による上級学校への通学もタイムに支障なく許可された場合可能である。このように余暇を有効に活用して着実にスキルアップを図り、 一般大学卒業者を対象とする一般幹部候補生を受験し幹部自衛官になるもの退職し一般社会で活躍するものなど様々である。人気生単位は人気満了での除退が決まった時点で自衛隊という特殊な業界から民間企業等に再就職する再不利にならないように主要の基地、中東地内にある自衛隊のハローワークとも言える。 援護室を利用することで再就職の準備が可能である。他にも希望者には資格や免許及び各種技能の取得の教育を受けることができる。年に1から2回ほど民間と同様に合同就職説明会が開かれている。ありがとうございます。